あと一息。レオ泣けるな。勝負なしだ。早いな、レオさんは。君こそ早いよ。出だしは僕の方が早いのに、途中できっと追いつかれちゃう。レオ、ここだよ。なんだい、すぐ来てよ。レオ、なんか出たの？出たんじゃなくて来たんだよ、サムソンが。サムソン？それでみんなお祭り騒ぎさ。肝心のレオがいてくれなくちゃ。さあ早く。山へお出かけです。山の様子の勉強とか申されて。あんなに何でも知ってるのにまだ勉強すんの、偉いな。ところでレオ、サムソンを紹介しよう。お父様のパンジャとは大の仲良しだったバッファローじゃ。レオ、俺がサムソンだ。森の奥からやってきた。みんなから嫌がられていたニシキヘビをやっつける様子は丘の上からとくと見せてもらったが、パンジャをしのぐ大手柄、さすがだ。ありがとう、サムソンさん。でも手柄ってほどじゃありません。よしよし、自分の力を自慢しないところも親父そっくりだな。俺はパンジャを尊敬していた。レオもパンジャの後を継いでしっかりやってくれ。はい、よろしくお願いします。ハキハキして気持ちのいい子だ。近づきの印に贈り物を受け取ってくれ。ええ、喜んで。レオ、そのラバが俺の贈り物だよ。何ですって？お前は知るまいが、こいつらはジャングルの仲間じゃない。人間に飼われてる浅ましい家畜だ。家畜？そうだ。俺がついさっきジャンガの部落からさらってきたんだ。こいつを食べながらみんなで楽しくやろうと思ってな。まずレオから口をつけてくれ。僕に殺して食べろって言うんですか？その通りだ。パンジャのいた頃もよくこんな祭りをやったものよ。貴様たちは獣のくせに尻尾を振り振り、人間のために働いている。我々動物の敵だ。全く獣の風上にもおけん卑怯な奴らだ。せめてパンジャ二世に食べられるのをありがたいと思うんだな。さあレオ、何をグズグズしてる。ガブリと一口だ。レオ、その裏切り者をどうする気だ。助けてやるんだ。そして僕たちの仲間に入れてあげよう。そんなバカな。何？仲間にだと？そうだよ。みんな同じ動物じゃないか。誰だって好き好んで人間に変わりやしないよ。卑怯なんじゃなくて弱かっただけだ。人間だって必要だからこそ馬や豚を飼ってるんだ。その家畜を盗めば人間は怒ってジャングルに押し寄せるだろう。結局ひどい目に遭うのは僕たちジャングルの仲間ってことになる。そうでしょ、サムソンさん。レオ、これはパンジャの頃からのやり方だ。お前はパンジャのやり方が間違っていたというのか。親を誇るとすべき息子がみんなの前で親を恥ずかしめんのか。マンディじいさん、今のうちに何とかしないと。よせよせ、あの頑固なサムソンがわしのような年寄りの仲裁を聞くと思うのか。だって喧嘩になったらレオが危ない。そんなレオでもあるまい。ま、もう少し様子を見てみよう。ああ、ここの出しゃばりが。まあまあ、そうどちらも興奮せずに。うるさい。よくもバカにしたな。今我が輩があんにゃろをビフ的にしてやる。チェ、一番興奮してんのはお前じゃないか。そうでした。レオ、俺はお前を見損なったぞ。今俺がジャングルの動物の誠の姿を見せてやる。危ない。どうしてもそいつらに味方するつもりなんだな。無論だ、この裏切り者め。度胸はあるんだな。よかろう。レオ、それほど言うならお前のやることがジャングルで通るか通らないか、みんなに尋ねてみるといい。よし、そうしよう。みんな、僕に賛成の者は声を上げてくれないか。どうもよくわかんないな、僕には。今まで通りでいいんじゃないか。そうだな。ほら、あのサムソンの顔ごらんよ。みんななぜ黙ってるんだ。僕の言うことに反対なの。
では今度は俺の番だ。家畜を殺すことに賛成のやつは。賛成。賛成。分かったかい、レオ。お前の言うことはこのジャングルじゃ通用しないんだ。レオ、どこへ。レオ。また家畜をやられたんですか。うん、幸いラバ3頭で済んだが、前のようにちょいちょい来ると部落の者の暮らしに差し支える。なるほど、ジャンガー族は農業の合間に牧畜をやってるんでしたな。そこで明日は先手を打って君たち狩猟隊にうんと働いてもらいたいんだよ。承知しました。ジャングルの獣どもを枝足にしてみせましょう。ジャングルなんですね。おか、僕はどうしたらいいのか。まさかレオはジャングルを見捨てるようなことはないだろうね。わしにはわからんな。それじゃあどうするんですか、マンディ爺さん。レオをあのままほっとくつもりですか。まあ、わしに任せておくことじゃ。どこへ行くんです。ジャンガ族の部落にじゃ。人間のところへ。よし、僕が見てくる。大丈夫かな、あいつ鳥目のくせに。しっかりしろ。で、どうなんだ、中の様子は。ダメだ、人間が二人いる。よし、そっちはわしが引き受けよ。確かこの辺だった。よし、大体ですな、獣たちをですよ、野放ちにしとくというのはいかんですよ。動物をですな、太平洋の島にも集めて人間の手を保護で。待て、こっちだ。そこに、今だ。あとから見てジャングルのやつらだ。何しに来たんだろう。ああ、あれだ、毛皮を盗みやった。わしの大事な大事な毛皮を。よくもよくも。出動の用意だ。ジャングルへ進むぞ。動物たちを皆殺しにするんだ。我が子よ。まさか。でもあれは。待ってください。お父様。あ、レオよ、君はここだ。お父様、やっぱりお父様でしたか。お父様。寄るな、レオ。なぜです。僕はお父様にお尋ねしたいことがあるのに。何か迷っておるのか。そうです、僕はお父様のなったことに反対しました。みんなの前でです。ほらほら、寄るなというのに。お前は父の考えに餅をつけたのか。餅？
いや、醤油をつけたのか、きな粉だったかな。違ったかな。バカ、餅の話をしてるんじゃない。ケチをつけたのかじゃ。これ本、つまりだ。ケチをつけたのかと言っとるのだ。はい、家畜を殺したお父様のなさり方には僕はどうしても賛成できません。このジャングルの動物はもとより世界中の動物に幸せになってもらいたいのです。なかなかはっきり言うじゃないか。そこがレオのいいところじゃ。続けろ、本当にそう思うのなら。そう思うのなら。なぜお前は。なぜお前は。毎度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 。なぜお前は正しいことをやり通さないのだ。でも僕はみんなの前でお父様のなすったことを恥ずかしめたのです。子供として僕は苦しいのです。愚か者め。は、時代の新しいものが新しい道を行くのは当然のことだ。父はお前の餅を、いや、ケチをつけられて帰って嬉しい。何を思い悩むことがあろう。ジャングルの連中が誰も僕に賛成してくれないのです。僕はどうしたらいいか。愚か者め。理不尽なし。ちょっとみんなに反対されたからといってすごすごと尻尾を巻くやつがある。さあ元気を出すのだレオ。そしてゆっくり時間をかけてお前の正しさを仲間たちに。仲間たちにどうするんですか。知らせるのだ。なんだっけ、大勢の中にはお前に従う者が出てくるはずだ。お父様、その証拠は。ここは、ここにちゃんと三匹とも、あ、いるね、しまった。証拠はちゃんとここに。ここ、黙ったな。よくもみんなでお父様の怪我をおもちゃにして。一体これは何のまねだ。僕をからかうつもりだったのか、それとも。レオ、わしらがあなたにいたずらするように見えますかな。マンデジーさんもトミーもここも本当に僕に賛成なの。うん、わかったよ。みんなありがとう。おかげでなんだか元気が出てきた。僕はやるよ。いつかきっとサムソンたちも僕の気持ちを分かってくれるだろう。その日まで僕は頑張るぞ。レオ、万歳。万歳。お父様、僕を見ていてくださいね。逃げよう、早く逃げよう。逃げられるもんか。人間の車はお前の足よりも速いんだぞ。強い者は弱い者を守ってやる。木の影、岩の影を利用して隠れるんだ。隠れるところがないときは地面を掘って中に入る。どんなことがあっても動いちゃいけない。さあ、早く。命令は逃げろ隠れろの一点張りか。サムソン、少しは言葉を慎まんかい。うるさい、おいぶら黙ってろ、強情者め。待て、どこ行くんだ。君たち大きなものは目立つから早くこっちへ来たまえ。僕についてくるんだ。俺は断る。何。俺のこの角は逃げるためにあるんじゃない。人間が攻めてきた時には戦うんだ。マンデジーさん、早く止めなきゃ。言い出したら引かないやつです。止めることはできませんな。だってみすみす死にに行くようなものだ。そうなればレオに立てつく者が一匹減ることになる。なんていうことを言うんだ。マンデジーさんとも思えない。そう来ると思ってた。よろしい、サムソンのことはわしに任せてもらいましょう。でも大丈夫。痩せても枯れてもマンディーだ。来たぞバファローナ。怒ると相当手強いぞ。なーに、まっすぐ突っ走ることしか知らんバカな牛ですよ。来てみるよ。危ない、ハンドルを切るんだ。危ない。
倒すんだ。土が柔らかいからゾウさんには頼めない。みんなで倒すんだ。ねえレオ、人間はあっちから来るんですがね、あっちから。分かってるさ、だからこの木を倒すんだ。少し頭がおかしいんじゃないかな。ここ失礼なこと言うな。レオの言ってることは分かってんのかよ。失礼だぞ、分かるもんか。さあ、この木を倒せば沼の水が落ちるはずだ。よいしょ。水が落ちるとどうなるのかな。説明している暇はない。早くみんなでやるんだ。よしよし、ありがとうございました。僕たちもやります。水だわい。こんなとこでへこたれんな。さあ出発だ。傷はいかがですかな。何のこれしき家畜を盗まれた部落のことを思えば、うん、いたたた。こりゃすごい、ジャングルの間を水が流れて。車にぶつかるわけで、そうか分かった。何が水だ。どこにやら押し流されるわけだ。いや、分かったろ。レオの頭の中が痛いだろ。よく分かる、分かるよ。今のうちだぞ。みんなで人間の火の出る棒を取り上げてしまうんだ。うおレオさん、私たちはこのまま部落に帰ります。あなたの気持ちは身に染みてありがたいのですが、長い間の習慣で私たちの体は馬小屋でなければ眠れず、餌を与えられなくては生きていけないんです。私たちが部落へ戻れば、ジャンガ族も二度と襲っては来ないでしょう。あれから人間たち全然来ないね。レオが正しかったのさ。どうだ諸君、文句あるかね。レオを裏切る者と言ったらどこのどいつだ。俺だ。レオ、俺が最初に見た通り、お前はパンジャをしのぐかもしれん。とにかく一時ではあったが、バカにしたりしてすまなかった。ありがとう。怪我はどう、オーサムさん。うん、俺がこれくらいの傷で参るもんか。あなたを見ていると
ましたよ、サムソン。さあ、みんなこれから新しいお祭りを始めよう。賛成の者は声を上げて。手紙嵐を貫く白い獅子レオ